ウェルズ・ヒトラー世界国家ジョージ・オーウェル以下引用「事情通の言うところでは3月ないし4月にイギリスにとてつもない一撃が加えられるだろうということだヒトラーがそこで何を行うか私には想像もつかない今や彼の衰えて分散された軍事的資源は以前にギリシャやアフリカでその進化を問われたイタリアのそれと大差ないだろう」 ドイツ空軍の尊亡は甚だし組織は時代遅れだし一級の人員のほとんどは死亡し戦意を喪失し疲弊している1914年当時ホーエンツオレルンの軍は世界で最も優れたものだったその後にに金切り声を上げる小さな出来損ないがベルリンに現れたがそれは似ても似つかないものである。 しかし我が軍の専門家たちは待ち受ける幻影について議論を重ねた。彼らが想像したのは訓練を積み完璧な装備を身につけた無敵の軍隊だった。それがスペインや北アフリカなどで決定的な一撃を加えるだろうと語られることもあった。あるいはバルカンの行軍やドナウからアンカラ、ペルシア、インドへの進軍、ロシアの壊滅やブレンナー峠を越えてのイタリアへの侵入も語られた。数週間が過ぎ。 影は何一つとして行わなかった考えられる理由は一つだそのようなものは存在しないのだこのような銃や軍需物資が存在するという我々に取り付いた不正確な考えの多くは取り払われなければならないしイギリスへ侵攻を行うというヒトラーの馬鹿げた苔脅しに付き合うことは時間の浪費だそしてその生やけでずさんな規律は電撃戦が無駄に終わったという不快な現実のもとで。 今まさにしてとしているこれらの引用は「騎兵隊気法からのものではない H.G. ウェルズ氏による新聞連載記事から取ったもので今年の初めに執筆され「今また新世界への導き」というタイトルの書籍に転載されたものだ。これらが執筆された後ドイツ軍はバルカンを蹂躙し「キレナイカ」を再征服した。 トルコやスペインについても適切なタイミングが来れば進軍が行われるだろうしロシアへの侵入も着手されているこの軍事作戦がどのように進むのか私にはわからないが少なくともその意見が何がしかの意味を持つドイツの幕僚たちは3ヶ月以内にそれが終了するという確信を得るまでは事を開始しようとはしないだろうということは注目すべき点だろうドイツ軍が取るに足りない存在であり装備は貧弱 はは低いいなどといったた考えはもはや捨てた方が賢明だ。何がウェルズを金切り声を上げる小さな出来損ないに反発させたのだろう世界国家についてのいつものご公説と基本的な人間の権利を定義しようと試み反全体主義的傾向を持った3期委宣言だ彼が現在は空軍力の世界連邦的な統制に特に関心を寄せていることを除けば これは彼が過去40年間にわたって普段に解いてきたものと同じ競技である。それを説くとき、これほどに明白なものを理解しようとしない人類に対して、彼は常に驚きと怒りの念をあらわにしていた。しかし、私たちが世界連邦的な航空の統制を必要としているという発言に何の益があるというのか、一番の問題はどうすればそれを実現できるかということなのだ。 世界国家が好まししいと指摘して何になろう。重要なのは5つの強大な軍事大国のどれ一つとしてそのようなものに従おうなどとは考えていないだろうということだここ数十年の間知る深い人であれば誰しも大筋においてはウェルズ氏の提案に賛同してきたしかし知る深い人々というものは権力を持っていないものだしうんざりするほど多くの場合 自分自身を犠牲に捧げようなどという気性は持ち合わせていないのだヒトラーはとんでもない強人だそして同時にヒトラーは数百万人からなる軍を持ち数千機の航空機数万台の戦車を持っている彼のために一つの大国が6年間の過酷な労働を自ら欲しさらにもう2年間戦おうとしている一方で 一般論として言えば本質的に強楽主義的であるウェルズ氏の提案する世界観のために人類が1パイントの血液でも流そうと発することは考えにくい世界の再構築や平和を語るためにはその前にヒトラーを取り除かなければならないそれはつまりナチスと同程度とは言わないまでも相応に活動的にならなければならないことを意味するしかし知恵深く強楽主義的な人々にしてみれば おそそらくれれは受け入れがたいことだろう過去1年間イングランドの独立を保たせたものは何なのかより良い未来という漠然とした理念がその一部にあったことは疑いないが主には先祖返り的な愛国心であり英語を話す人々は他の国の人間よりも優れているという心に深く染み込んだ感情であろう過去20年間 英語圏における左派知識人の主要な焦点はこの感情を打ち崩すことにあった。もし彼らがそれに成功していれば、私たちは今この瞬間、ロンドンの通りをパトロールする SS 隊員を目にしていたことだろう。同様になぜロシア人はドイツの侵攻に対して虎のごとく戦っているのか、ユートピア的社会主義の理想のおぼろげな記憶が一部にはあっただろうが。 主にはスターリンがわずかにその形を変えてよみがえらせた「聖なるロシア」「祖国の神聖なる土などなど」の防衛のためだろう。実際に世界を形作るエネルギーは民族自尊の感情、指導者に対する崇拝、宗教的信念、戦争への愛から湧き出すのだ。これはリベラルな知識人たちが時代遅れだと機械的に切り捨てたものであり。 通常は彼ら自身の手で完膚なきまでに破壊したものでありそのために彼らはすべての行動のための力を失ったのだヒトラーは反キリストであるだとかあるいは精霊であるだとかいう人々はこの恐るべき10年の間彼は単なる喜劇の役者に過ぎず真面目に取り上げる価値もないという態度を崩さなかった知識人よりも現実をずっとよく理解しているこういった考えが反映されたものこそが イギリスのの命運を保つ条件なのだ。レフトブッククラブは基本的にスコットランドヤードによって生み出されたものだった。ちょうどピース・プレッジ・ユニオンが海軍によって生み出されたのと同じことだ。過去10年間での目覚ましい発展の一つは政治書の出現である。それは政治批評と歴史物語を組み合わせたパンフレットを厚くしたようなもので、ちょうど貴重な文学書のような体裁をとっている。しかしその著者たち。 トロツキー、ラウシュニング、ローゼンベルク、シローネ、ボルケナウ、ケストラーといった人々の中には一人としてイギリス人はおらず、ほとんどの者のは一つ、ないしは複数の過激主義的な政党からの脱党者だ。彼らは全体主義を間近で目撃し、追放や迫害が何を意味するのかを知っているのだ。ヒトラーは取るに足らない狂人であり。 ドイツの戦車はボール紙でできているなどという考えが戦争勃発の直前まで流行していたのは英語圏の国だけだ。私が先に行った引用を見る限りではウェルズ氏はいまだにそういった類のことを信じている爆撃やドイツによるギリシャでの軍事行動によって彼の意見が変わるとは私には思えない生涯をかけて培われた思考習慣が立ちふさがってヒトラーの力の理解に彼が到達するのを妨げているのだ。 リケンズ同様ウェルズ氏は軍とは縁のない中流階級に属している銃の轟音拍車の鳴る音古びた旗がそばを通り過ぎる時に込み上げる気持ちそういったものに彼が共感を寄せることは決してないだろう戦闘や狩猟虚勢を張ってしまうという人間の側面に対して彼は揺らぐことのない剣を持っている それは騎兵に対する暴力的なプロパガンダという形で彼の初期の著作すべてに現れている。彼が世界文化史体系で描いた最たる悪役は軍事的冒険家であるナポレオンなのだ。もし過去40年間にわたって彼が表した作品のほとんどを外観する者がいれば常に繰り返される同じモチーフに気がつくことだろう。計画された世界国家に向かって努力を続ける科学者と 無秩序な過去の復活を企む反動主義者との対立という構図だ小説でユートピア的社会改良計画でエッセイでパンフレットでこの対立がその他かは荒れ常に繰り返されるのだ一方は科学秩序進歩国際主義航空機鋼鉄コンクリート清潔さであり他方は戦争 ナナショナリズム、宗教君主制古作の卯ギリシャ語教授詩人騎兵といったものだ彼の見るところでは歴史とは科学者によってロマン主義者から勝ち取られた勝利の連続なのだそして科学者による理性的で計画的な社会の改良は紀藤師による支配に遅かれ早かれ打ち勝つだろうという彼の見方はおそらく正しいだろう しかしそれが目前に迫っているかどうかはまた別の問題だ。ロシア革命の際にどこだったかで行われた、ウェルズとチャーチルの間の興味深い論争を今でも私は覚えている。ボリシェビキは血を滴らせた怪物であるというチャーチル自身のプロパガンダを、チャーチルは実際のところ信じてはいない。ただ彼らによって良識と科学の支配する時代が到来するのを恐れているのだ。 そうなればチャーチルのような愛国心の旗振り役の居場所はなくなるのだからそう言ってウェルズはチャーチルを非難したのだしかしチャーチルのボリシェビキに対する評価はウェルズのものよりずっと的を置いていた初期のボリシェビキが天使だったのか悪魔だったのかは見るものによって変わるだろうが少なくとも彼らは知る深い人間ではなかった彼らによってもたらされたものはウェルズ的なユートピアではなく成人統治だったのだ それはちょうどイギリスでの聖人統治と同様に、魔女裁判によって活気づけられた軍事独裁だった。ナチスに対するウェルズの態度にはそれをちょうど反転させた形で同じ思い違いが再び現れている。ヒトラーは歴史の上の戦争の王と祈祷士をひとまとめにしたような存在だ。したがってウェルズに言わせれば彼は不条理な存在であり、過去の亡霊であり、すぐに消え去る運命にある人間なのだ。 しかし残念ながら科学と良識を方程式によって結びつけることはできない啓蒙的な影響が期待されたにもかかわらず実際は爆撃以外にはほとんど使われていない航空機はその現実の象徴である近代ドイツはイングランドよりはるかに科学的であり同時にはるかに野蛮なのだウェルズが心に描きそのために努力してきたもののほとんどをナチス・ドイツは現実のものとして手に入れている 規律、計画、国を挙げた科学の奨励。鋼鉄、コンクリート、航空機、すべて存在するが、すべて石器時代がお似合いの思想のために使われている。科学が不合理な迷信の側について戦っているのだ。しかし、ウェルズがそのことを受け入れられないのは明らかである。それは彼の作品が寄って立つ世界観と矛盾するはずだ。戦争の王と紀藤氏は必ず敗北し、 新軍ラッパの音にも心を動かされない、19世紀の進歩主義者によって予見された良識ある世界国家は必ず勝利するのだ。裏切りや敗北主義でもなければヒトラーが危険であるなどということはありえない。最終的に彼が勝利するなどということは、ジャコバイト運動のような実現不可能な歴史の反転なのだ。しかし、H.G. ウェルズの過ちを指摘するのは私くらいの年齢。 38歳の人間にとっては親殺しのようなものではないだろうか。今世紀初頭に生まれた知る深い人々はある意味でウェルズの申し子だ。一回の作家とりわけ流行作品を生み出すような大衆作家がどれだけの影響力を持っているのかは疑問だが少なくとも英語圏で1900年から1920年の間に書籍を表したもので。 あれほど若者に影響を与えたもまた疑わしい。もしウェルズがいなければ私たちすべての精神はそしてその気結である現実世界はかなり異なったものになっただろう一つの精神が一方で彼をエドワード朝時代の素晴らしい預言者に見せたその想像力が今まさに彼を船舶で無力な考えの人物にさせているのだ。 ウェルズが若かった頃には科学と反動主義の対立は間違いではなかった。社会は辺境で好奇心を微塵も持ち合わせない人々、略奪的な実業家、頭の回転の遅い王子主、司教、ホラティウスを引用することはできても大数学など聞いたこともない政治家によって支配されていた。科学にはいかがわしさとお決まりの宗教的信念はほとんどなかった。伝統主義。愚行。 俗物根性愛国心迷信そして戦争への愛は全て同じ側にあるように見えた反対の観点からの主張を行える人物が必要だったのだ1900年代を振り返れば一人の少年にとって H.G. ウェルズとの出会いは素晴らしい経験だった少年がいるのは借子定規な人間聖職者ゴルファーばかりの世界だそこで彼は働け さもなければされ、ばと言い募る将来の雇用主や計画的なやり方で彼の性生活を歪める両親ありふれたラテン語の句を引用しながらせせら笑う頭の鈍い教師と一緒にいるしかしここに他の星々や海底の住人について彼に語ることができ未来はお行儀のよい人々が想像しているようなものではないと知る素晴らしい人間が存在したのだ。 飛行機が技術的に実現可能であることが分かる10年以上前から、ウェルズは、ほどなく人類は空を飛ぶことができるようになると予見していた。それは彼自身が空を飛べるようになることを欲していたからであり、それゆえにその方向に向かって研究が続けられるであろうことを確信していたからだ。他方でライト兄弟が実際に彼らの機体を59秒間地上から浮き上がらせたときに、あるいは私が子供の頃でさえなお、 一般に広く受け入れられた意見は、もし神が私たちに空を飛ばせるつもりがあったのなら、私たちに翼を与えただろう、というものだったのだ。1914年までのウェルズは大筋においては正真正銘の預言者だった。彼の描いた新世界の科学的詳細は驚くほどよく当たっていた。しかし、19世紀に属していたために、また非軍事的な国家と社会階級に属していたために。 その頭の中でキツネ狩りの通り糸に象徴されていた古い世界の持つ強大な力を理解することが彼にはできなかった彼自身が正気として思い描くものよりもナショナリズム宗教的偏教封建主義的忠誠心がずっと強力な力を持つということを彼は全く理解することができなかったし今も理解できていない怪物は暗黒時代から抜け出して現在まで前進を続けてきたのだ もし彼らが亡霊だというのならば少なくとも自らにかける強力な魔法を必要としている亡霊だファシズムを最もよく理解する者はそれに苦しめられた者が自身の内部にその一面を持つ者だ30年近く前に書かれた鉄のかかとのような粗雑な書籍は「素晴らしい新世界」や「世界はこうなる」よりもずっと的確に未来を予言している。 もしウェルズの同時代人から彼の犯した過ちを正せる作家を一人選ばなければならないとしたらおそらく選ばれるのはキプリングだろう彼は権力と軍事的栄光の邪悪な声を聞き取ることのできる人物だったそれに対する彼の態度がどのようなものになったかはともかくキプリングはヒトラーの求心力を理解できただろうしスターリンについてもそれは同じことだ ウェルズは現代世界を理解するにはあまりに良識的すぎたのだ彼の最大の業績である一連の中流仮想階級向け小説の出版は先の戦争で一時途絶えそれ以降決して以前の状態に戻ることはなかった1920年から彼はその才能を紙のドラゴン退治に浪費してきたのだしかし結局のところ浪費できるだけの才能がどれほど彼に残されていたというのだろうか